こんにちは、シャチパンです。今回はエアコンとともにメイン暖房機として使われることの多い石油ファンヒーターについて解説します。暖房機なんてどれも一緒なんじゃないのって思ってる方も多くいらっしゃるかもしれませんが、石油ファンヒーターほどメーカーの違いが現れる暖房機は珍しいかもしれません。この動画を見ていただくと、各社の特徴や弱点、自分にはどのメーカーのものが合っているのか分かるようになっていますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきます。具体的な話をする前に、石油ファンヒーターの特徴について簡単に触れておきます。石油ファンヒーターは灯油を燃焼させることで温風を室内に送り込む暖房機です。エアコン以上の速暖性で効果範囲も広く、エアコン同様部屋全体を温める使い方に向いています。設置にも自由度があり、一度設置したら動かないエアコンと違い、足だけ温めるといったスポット的な使い方もできます。それからエアコンだと乾燥しがちですが、灯油を燃焼させるので加湿も同時にされ、実は乾燥にも強いです。一方デメリットは定期的に部屋の換気が必要となることです。灯油を燃焼させている関係上、酸素不足となるからです。それから灯油代が変動すること、販売者が巡回に来ない場所だと購入に手間がかかります。その他にもマンションや賃貸物件によっては使用できないところもあったり、灯油の匂いが苦手な方もいらっしゃるでしょう。このような特徴のある石油ファンヒーターですが、事前に冬メインで使っている暖房機は？という題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、エアコンが6割を占めたものの、時点で石油ファンヒーターなどの燃焼系暖房が全体の4分の1を占めました。エアコンが1位なのは大方の予想通りかと思いますが、石油ファンヒーターの方も4人に1人がメイン暖房として運用しており、冬場多くの方が使用している暖房機と言えるでしょう。それでは早速大手3社コロナ、大日、豊臣の比較をしていきます。かつてこの業界は非常に多くのメーカーが参入していましたが、今やこの3つだけとなってしまいました。なお事前に現時点で石油ファンヒーターを買うとしたらどのメーカーにしますか？という題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、コロナが最も高く、次いで大日、そして豊臣の順でした。もう少し割れるかと思いましたが、コロナの人気は凄まじいものがありますね。さて話を戻して、上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずは暖房出力です。各社共通のラインナップがある木造10畳モデルの最大暖房出力で比較、優れている点は青字、劣っている点を赤字で記しています。暖房のパワーは大日が最も強く、10畳モデルではコロナと豊臣は同じ値ですが、適用畳数が広いモデル、例えば12畳以上のクラスではコロナの方が優れており充実しています。続いて点火時間です。こちらも木造10畳モデルのスペックを記載しています。この差は大きく、大日が一番短く、次いでコロナ、そして豊臣は一番時間がかかります。各社この点火時間の長さを気にして、コロナには7秒で点火する秒速点火機能、豊臣の方には点火時に消臭機能をオフとすることで90秒に短縮する機能があったり、点火するまでの間セラミックファンヒーターとして動作するハイブリッドモデルがあったりと多種多様です。コロナの7秒点火は一見良いように見えますが、この機能を常にオンにしていると余熱をし続けてしまい、約80ワットの電力がかかり続けます。これは1時間 2.5 円程度ですが、気になる方はこの機能を使わないか、タイマーを使って例えば起床する前の5分前に予熱する設定とすることで電気代の節約ができます。なお各社適用畳数が広くなるに従い、
点火時間も伸びますが、傾向は変わりません。次に消費電力です。石油ファンヒーターの場合、消費電力のスペックは点火時と運転時に分けられ、ここでの運転時のスペックは弱から強運転をそれぞれ記載しています。こうしてみると、点火時の消費電力はコロナが、運転時は大日が最も大きいです。これが電気代にどのように影響してくるでしょうか。日本ガス石油機器工業会自主基準であるワンシーズンを燃焼時間1900時間、燃焼回数700回を参考にし、ワンシーズンにかかる電気代を算出するとこのようになります。これは電気代値上げ後の水準で算出しています。こうしてみると、大日は点火の電気代は安いですが、運転コストも含めるとトータルで他社より電気代が高くつくことがわかりますね。一方、コロナは省電力に力を入れており、電気代が他社より抑えられています。豊臣はその中間といったところです。このような差が出るのは、これら3社の燃焼方式が違うからです。何やら複雑そうなイラストが並んでいますが、ここではさらっと流していきます。液体の灯油は直接火をつけても燃えにくいため、熱を加えて気化させています。コロナは気化灯を熱し気化させ、上部のバーナーで燃焼させるポンプ噴射式。電気ヒーターは着火時のみしか使わないので、消費電力は少ないですが、着火時に炉を温める必要があるため、そこそこ時間がかかり、匂いが気になることもあります。大日はヒーターで灯油を積極的に気化させる分前気化式。気化器を熱するために消費電力が多いですが、着火スピードは速く、消火時の匂いも少ないです。燃焼中の音は大きい傾向にあり、消火時にはバンと音がするのも特徴です。かつては最も多くのメーカーが採用していた燃焼方式です。豊臣は灯油皿に灯油を垂らしてヒーターで気化し着火するポット式。こちらも消費電力は少なめですが、点火までの時間がかかるのと匂いがします。こんな風に消費電力だけではなく、点火時間や消臭なんかも変わってきます。面白いですね。ただし、ここまで言っておいてなんですが、石油ファンヒーターの場合、灯油代の方がはるかに高いです。灯油代を18リットル2000円とし、同じ基準で灯油代を計算すると、弱運転だけしていたとしても、ワンシーズン1万2000円。強運転だと7万円かかる計算です。石油ファンヒーターの燃費は、約9割が灯油代なので、電気代はそこまで重視しないという方もいます。なお、灯油による燃焼効率については、各社でほぼ差がありませんので、特徴で選んでも良いかもしれませんね。続いて、タンク容量です。タンク容量は、大日が最も大きく、次いでコロナ、豊臣となります。タンクに工夫の見られるメーカーもあります。コロナのタンクは汚れませんタンクといい、キャップをつまみを引いて開ける構造により、灯油が付着した部分に直接触れることがなく、手に匂いがつきません。さらに、蓋もタンクから離れないため、置き場に困らず、床に灯油が垂れることもありません。閉めるときも、このように押すだけでワンタッチで閉まります。大日のタンクは汚れんキャップといい、こちらもタンクとキャップ保持ユニットが一体化しています。キャップも開けるときはボタンを押して、閉めるときはキャップを押すだけでカチッと閉めることができます。それから取っ手も2本あり、両手でしっかりと運ぶことができます。9リットル入る大容量タンクなので、持ち運びも工夫がされています。また、ポリタンクが18リットルであることが多いので、ちょうど給油2回分という点も重さがネックにならなければ嬉しいポイントです。次に静音性です。静音性はデシベルという単位で記されています。弱運転から強運転時のスペック値を記載しています。
強運転では各社それなりに音がしますが、弱運転のスペックはご覧のように差があります。10乗モデルではコロナが最も静かで、次いで豊臣、そして大日が最も音が大きいです。大日の暖房能力は高いですが、音が少し気になる。消臭時のバンという音が驚くという口コミもあったので、音に敏感な方は確認した方が良いかもしれません。コロナと豊臣の10乗モデルはご覧のようにコロナの方が優れていますが、適用乗数が広いモデルでは豊臣とほぼ同等となります。続いて消臭機能です。石油ファンヒーターの匂いは不完全燃焼時に発生します。そのため石油臭が気になるのは運転オン時の点火時と運転オフ時の消火時です。この時の匂いは不快に感じる方が多いので各社対策しています。どうでもいい話ですが、シャチパンが学生の頃好きだった子にちょっと話したいことがあるんだけどと勇気を絞って伝えたところ、私にはないからと冷たく言われたことがあります。これも不完全燃焼です。コロナの消臭機能はプレミアム消臭極みです。まず温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、点火時消火時に物理的に閉じて匂いが漏れ出るのを防ぎます。さらに消火時はできるだけ火力を下げるクリーン消火、ノズルに残った灯油を吸引する匂いカットメカ、あとはそれでも残った匂いを触媒や脱臭フィルターで脱臭します。これらを実施することで従来より点火時は 25%、 消火時は 70% の消臭を実現しています。次に大日の消臭機能は秒速消臭システムプレミアムです。大日の特許技術で従来よりもバーナーの高温時間を長くすることで燃え残ったガスをしっかり燃やし切るという内容です。これにより消火時の匂いを従来比 40% 低減します。最後に豊臣の消臭機能はダブル消臭です。ダブル消臭の一つ目は、先ほど点火時間のところでも少し触れましたが、点火時に余熱時間を長くすることで不完全燃焼を減らす方式です。代わりに点火時間が長くなります。2つ目はコロナと方向性は同じく、ノズル内の灯油を残しにくい構造とすることで匂い低減します。これにより消火時の匂いを従来比 45% 低減します。各社の消臭機能は様々ですが、結局のところどうなのかというとこのようになります。大日が燃焼方式も相まって最も効果が高く、次いでコロナ、豊臣という順位となりそうです。匂いの感じやすさには個人差がありますので、敏感な方は参考にしてみてください。上位モデルほど消臭システムは充実していきます。続いて本体価格です。各社の上位モデルの価格を記しています。お店や販売時期によって変わりますが、大日が最も高く、次いでコロナ、そして豊臣が最も安い傾向です。各モデルの価格詳細は概要欄にも記載していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。コロナは大日と比較されることが多く、特徴である電気代と静音性が好評で、これらが購入動機となっているようでした。汚れませんも使いやすいようです。またリモコンもあり便利という声がありました。一方悪かった意見としては、リモコンの電池がボタン電池であること、タンク容量が大日のように9リットルが良かったという声があった程度で、目立った酷評が少なかった印象です。続いて大日です。大日は何と言ってもその暖房パワーを褒める声が多かったです。それから点火時間が短いことから始動が早いと好評でした。また残量メーターも上から2番目のモデルまでついており、嬉しいという声がありました。コロナの場合は最上位のみの搭載となります。
それから今回ご紹介している製品はどこも日本製ですが、大日には3年の保証がついているのが好評でした。悪かった意見としては、消費電力が高いという意見が多かったです。それから消火時などのバンという音が少し気になるという声もありました。シャチパンも小さい頃は石油ファンヒーターに大変お世話になりました。冬の朝、兄弟とよく熾烈なポジショニング争いをしていたのは良い思い出ですね。社会人になってからもバスケを週一でやってたんですが、スクリーンアウトの基礎はここで培われたと言っていいでしょう。次に豊臣です。コスパが好評でした。それから日の当たらない冷暗所に保存した灯油であれば、前シーズンの残り灯油も使えるのが嬉しいという声がありました。これは豊臣の燃焼方式によるもので、他社にはない特徴となります。それからエコ運転も好評でした。豊臣のエコ運転は同社の特許技術でもあり、目標室温に対して徐々に温度をゆっくり下げる制御をします。他社は燃焼を制御しながら点火と消火を繰り返し室温を調整するので、比較すると寒く感じづらく快適に過ごせ、かつエコかと思われます。一方で悪かった意見としては、点火時間が遅いという声がありました。朝一番につける時などは煩わしく感じるようです。それから温風も少し弱く感じるという声が一部にありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。満足度はコロナが最も高く、次いで大日、この2社と比較すると少し点数が劣る豊臣という順でした。各社温まるという声が多かった中、電気代などの高騰によりコロナの人気が高まってきているように感じます。さて、まだご紹介できていない項目はたくさんあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかく暖房のパワーが命って方は大日、省電力で電気代を抑えつつバランスのいいモデルをお探しであればコロナ、コスパが良く2社にはない特徴に魅力を感じた方は豊臣が候補となるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。特に液晶画面のバックライトの有無や残量表示、消臭機能やエコ運転のグレードはモデルによって変わってくる部分です。ここらも最終確認では確認しておきたい部分です。本機をお持ちの方でご意見や使用感などございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。